横浜の吉村屋っていう総本山の、元々は分家で正当なのれん分けをしてできた横横屋なんですよ。まあ横横屋があるってことは横浜と横須賀のところの横横っていう地域があるんですよ。横浜横須賀道路っていう道路の横横なんですよね。横横道路ね。ってことはやっぱり仙台と横浜はつながっているってことなんですよ。仙台に横横屋が来たかっていう。そうそうそう。でも話を聞いたって、でもさ、仙台っ子ラーメンってさ、仙台っ子ラーメンって、入っている、あと3分さ、降りちゃうね、降りちゃう。ラーメンって、豚骨醤油で、海苔があって、チャーシューがあってから、基本的にはその横浜のラーメンと、すごく通ずるものがあると思うし、まあ戦略的にさ、仙台の人だったら分かってくれんじゃねえかなっていうの、そうか、思うと土壌がいい。やっぱ仙台って基本的にラーメン美味しいじゃん。ねえ、やっぱ家系もね、横横山あって、なんか美味しいしね。あと4分。ねえ、ちょっと一回崖でも座ったんですよ。ということで。Oh, yeah.